フェロセンは化学式が FE2 で表される鉄のシクロペンタジエニル作体である。水には不要である。可燃性であり人体への刺激性が強いので取り扱いには注意を要する。鉄4にシクロペンタジエニルアニオンが上下2個配位結合している。このように上下から中央の原子を挟んだ形状の化合物はサンドイッチ化合物と呼ばれている。 フェロセンは極めて安定な酸化還元特性を示すため FE、FE の酸化還元電位はサイクリックボルタンメトリー測定の際に基準として用いられる。パウソンとキーリーによる当初考えられていたフェロセンの構造フェロセンは偶然の中から発見された化合物である。1951年にデュケーン大学のパウソンとキーリーが 酸化的カップリングによるフルバレンの合成を目的として、中カシクロペンタジェニルマグネシウムと酸化鉄を反応させたところ、非常に安定な薄、オレンジ色の粉末が得られることを報告した。この安定性はシクロペンタジェニルの不電化が主な原因であったが、発見当時はイいタコのサンドイッチ構造をとっているとの認識はなされていなかった。1952年、 ロバート・バーンズ・ウッドワードとジェフリー・ウィルキンソンはフェロセンの反応性を検証することで構造を推定した。同じく1952年にはエルン・ストーット・フィッシャーがこの2社とは独立にフェロセンがサンドイッチ構造であると推定するとともに他のメタロセンの合成に着手した。最終的には NMR スペクトル解析と X 線結晶構造解析によりフェロンの構造が決定された。この独特なサンドイッチ構造は D ブロック元素と炭化水素とが形成する作体として非常に面白い研究対象であり、フェロ線の発見は有機金属化学の先駆けとなった。ミュンヘン大学のエルン・ストッオフィッシャーと インペリアルカレッジロンドンのジェフリー・ウィルキンソンは有機金属化学に対する貢献が認められ、1973年にノーベル科学賞を共同受賞した。シクロペンタジエニルナトリウムと無水塩化鉄をエーテル系の溶媒中で反応させることで、より効率的にフェロセンが得られることが判明している。五輪間内部の炭素炭素結合の距離は1.40。 FEC 結合の距離は2.04である。X 線結晶構造解析は、2つの CP 間が互い違いのねじれ配座を取っていることを示しているが、基相電子解説と計算研究によって、基相では2つの CP 間はエクリプス配座を取っていることが明らかにされている。ねじれ配座は結晶重点のために凝集症において最も安定であると考えられている。 ねじれハイザの点群は D5D D、エクリプスハイザの点群は D5H である。二つの CP 間は CPFECP 軸の周りを低小壁で回転する。これは 1H 並びに 13C 核時期共鳴分光法を用いたフェロ線の地間誘導体の測定によって観測されている。例えばメチルフェロ線は c 5 h 五間について一重線を示す。 ヘロセンの中心にある鉄原子は通常プラス2の酸化状態をとっていることがメスバウアー分光法により示されている。一方、2つのシクロペンタジエニル間はそれぞれマイナス1の不電化を帯びているが、これはシクロペンタジエンがアニオンとなることで生じた余剰電子が5つの π 軌道に分散することでシクロペンタジエン間が 6π 電子系となり、 その結果間が方向属性を帯び安定性が増すためである。これらのパイ電子により、シクロペンタジエニル間は中央の金属と共有結合を形成しており、FE2 の6つの D 電子と合わせ、18電子束を満たす作体を形成している。このためフェロ線は特に安定である。フェロ線は空気中で安定なオレンジ色の個体である。対称性が良く、 分子全体として中性であることから、ベンゼンなどの通常の有機溶媒には可用であるが、水には不要である。フェロセンは通常摂氏100度程度で消化する。減圧下で加熱すると容易に消化する。消化に関しての圧力と温度との関連を以下に示す。フェロセンは、方向族に独特の多くの反応が進行することが知られており、様々な誘導体が合成可能である。 最もよく知られている誘導体は、1地間、1、1地間、1、2カ間体である。例えば、フェロセモ塩化アルミニウムとメニエの PCL2 と、熱ヘプタン中で反応させると、ジクロロフェロセニルホスフィンが生成する。また、フェニルジクロロホスフィンと同様の条件で、反応させると P、P ジフェロセニル P、フェニルホスフィンが生成する。アニソールと同様にフェロセンを、 硫化リ,リンと反応させると、自治アジフォスフィタンジスルフィードが生成する。リン酸を触媒とした無水作酸によるフリーデルクラフツ反応は、学生実験にしばしば利用される。フェロセンは、ブチルリチウムなどにより容易に脱プロトン化され、旧電子材である1、1ジリチオフェロセンとなる。1、1ジリチオフェロセンは、セレニウムジエチルジチオカルバーメートと反応し、 セレニウムと二つのシクロペンタジエニル感が一、直線上に並んだフェロセノファンが得られる。フェロセノファンの快感熱10号により、ポリが得られる。主要な芳香族炭化水素とは異なり、フェロセンは飽和カロメル電極に対し約 0.5V という低いデニーで一電子酸化が進行する。電気化学的に酸化されやすい化合物としては、他に電子豊富なアニリンなどの芳香族アミニやピロール、 チオフェンなどの複素乾式化合物などが挙げられる。しかしアニリンのようなアミニやチオフェンを酸化すると、ポリアニリンやポリチオフェンなどのポリマーが生成するが、フェロセンを酸化しても安定なカチオンが生成するだけで、重合は起こらない。シクロペンタジエニル感を化学収縮することで、酸化還元電位を調節することが可能である。カルボン酸などの電子吸引き元を導入すると電位は、 アノード側へと移動する。一方、メチル元などの電子供与機を導入すると、電位は、仮想度側へと移動する。このため、デカメチルフェロセンは、フェロセンより酸化されやすい。またフェロセンは酸化還元電位測定において、水溶性の内部標準物質としてもしばしば、用いられる。フェロセンは、ファクル酸により酸化され、青色のフェロセニウムイオン FE2 が生成する。 このフェロセニウムイオンは PF6 から塩として管理することが可能である。フェロセニウムジオはしばしば酸化剤として用いられる。フェロセニウムジオが酸化剤として用いられる理由として、反応の結果生成するフェロ線が科学的に安定であり、容易に管理可能であるという点が挙げられる。フェロ線自体の応用利用はそれほど多くない。しかしながら上述のように合成法が、 確立されているため、非常に数多くの誘導体が合成され応用が検討されている。フェロセンとその誘導体はアンチノック材としてガソリンに添加されることがあるが、以前用いられていたテトラエチルナマリより安全だと考えられている。イギリスではハルフォードで購入可能であるが、このフェロセン添加ガソリンは無塩ガソリン車だけでなく、 有鉛まりガソリンの利用を前提とした古い車のエンジンに対しても利用可能である。しかしながらフェロセン由来の鉄の沈殿が生成することがあり、これが導電性のスパークプラグ表面に付着すると故障の原因になる。ディーゼル車ではススの減少に効果がある。ある種のフェロセニウムジオは抗がん剤としての利用が検討されており、タモキシフェンのフェロセニウムジオが 試験的に研究されている。この薬剤では、タモキシフェンをエストロゲン結合部位と結合させ、細胞毒性を発現させることを狙っている。有機化学反応により、フェロセンを収縮し、ビニルフェロセンが合成可能である。このビニルフェロセンは、アルデヒド、ホスホニウムジオ、水酸化ナトリウムを用いた、ウィッティヒ反応により合成される。 ビニルフェロセンからはポリマーが合成可能である。キラルなフェロセニルホスフィン類は繊維金属が触媒する反応で肺石として用いられることがある。医薬品や農薬の合成にも用いられている。1、1、ビスフェロセンは2つのホスフィン部位を持っており、パラジウムカップリング反応の廃石としてよく用いられる。珍しい例としては分子機械の部品に利用されたことがある。 フェロ線の2つのシクロペンタジエニル管が容易に回転することを利用し、1、1、3、3地間フェロ線を中心に持つ、ハサミ型分子の回転軸として利用されている。鉄の代わりに他の金属を用いたり、シクロペンタジエンの代わりに他の炭化水素を用いることで様々な誘導体が合成可能である。例えばインデンをシクロペンタジエンの代わりに用いると、 ビスベンゾフェロセンが得られる。また、FE2 をシクロヘキサン中で加熱することにより、フェロセンの炭素が一つ、窒素に置換されたアザフェロセン FE が得られる。この化合物をベンゼン中で還流すると、フェロセンへと変換される。置換が容易なため、構造的に興味が持たれる、各種誘導体が合成されている。例として、シクロペンタジエに5つのフェロセンが結合した。 ペンタフェロセニルシクロペンタジエニルカンなどが挙げられる。ありがとうございます。